途中まではもう手前空振りするつもりで入ってくる。空振りで、ほんとすごい抑えられるじゃん。ああいう抑え方ができないと、さっきに、まあ、シンプルで振っても風が強すぎてどうにもならないから、どうしても抑えなきゃいけないときは、その感覚が分かんないと、抑えたまっすぐの球ってなかなか打てない。だから抑えようとしてフェースをかぶせに行ったら、引っかかるだけ。そうじゃなくて、空振りする感覚で抑えに来れば来ること、空振りする感覚で来ないと。いい？フェースが万開きで手前空振りする感じで来るんだよ。そう、もうあゆみちゃんじゃないぐらいここが柔らかい。ちょっとわざと空振りしてって、わざと空振りして上げて、はい、開いても空振りして、はい、ストップ、ちょっと見てごらん。これでいい？こんななるわけ。こんな空振りするつもりでこんなハンドファーストのイメージになるわけ。ああ、すごい。ちょっと PGA ツアーみたいになるでしょ。すごい。だこの感覚がないからアーリーリリースになって、ヘッドのフェース面を早めにボールに向けたくなっちゃうから抑えが効かなくて、なおかつ引っかかんで、その感じで一回打ってごらん。空振りするつもりでダウンスイング入って、で打っていいよ。小さくていい。空振りするつもりでダウンスイング入って、はい、上げて、はい、空振りね。空振りで、これ見てごらん。そうすると音が強いでしょ。ほら、めちゃくちゃ溜まるじゃん。ほら、めっちゃいいでしょ。ほら、こんなとこで当たるじゃん。すごいインパクトがハンドファーストになるでしょ。コーチってすごいんですね。すごくねえよ。だからそれも脳を変えなきゃいけないわけよ。だから抑えなきゃ抑えなきゃと思って、フェース面を感じて抑えに行ったら引っかかるだけなの。むしろ空振りって、むしろ万開きで降りてきて、最後にビャンって抑えられたら強い球出るわけ。本当にあんなにハンドファーストになるから、もうノックダウンみたいな球になるわけ。この動きって別に風が強くなくても打った方がいいってこと？そう、あゆみちゃんの場合はその動きは普段から無風でも引っかかってるってことは、やっぱり早い段階でフェース面をボールに向けたがるタイプなの。じゃあもう一回、今度後ろからね。じゃあ本当に思いっきり空振りして、1回、はい、バックスイングして、はい、上げて空振りして、フェースに構え、ボールに構えておいて、わざと手前開いたまま空振りして、はい、ちょっと見てごらん、見てごらん。そうすると、こうクラブっていうのはここからめちゃくちゃこうシャローに降りてくるの、こうやって。あとは今空振りしてるから、最後のこのクリちゃん大好きなスピネーションがないだけ。そうだ、その感じでインパクトでフェースが存在すればいいわけ。空振りするようにダウンスイング入って、そう、めっちゃためができてる。ほんと抑えても引っかかんないじゃん。これも後で YouTube で見たら、前と後であるんですか？前と後である。ありますよ。そうすると、よく言うように、こうヒールからボールに向かっていくっていうのはそういうことなわけ。そう、ヒールトゥインパクトって、ヒールからボールに入っていく感じになるわけ。でもあゆみちゃんはちょっと早い段階からフェースがボールに痛がるから、で抑えようと思ったら、よりその強感じが強くなっちゃうから、多分引っかかんない。だからヒールからってそういうことなの？だから、本当にさ、これ、俺も今までいろんな人にやってもらったんだけど、シャンクが止まらない人、例えばこう、こんなシャンクになっちゃってる人っていうのは、シャンクする場所を当てにいってるわけじゃん、自分で。そう思わない？わざわざ自分からシャンクする場所を当てにいってるんだから、シャンクする場所を空振りしようと思ったら、シャンクできないでしょ。ね、でも実際、空振りするように入ってきて、最後にフェースが、しっかりこうターンが入ってきたら、ピッとこうまっすぐにこう入る感覚でくると、めちゃくちゃこう抑えの効いたインパクトができるようになる。っていう感じ。だから自分でかぶせにいっちゃダメなの、絶対に。だから元素が弱いのは逆の発想でいかないダメ。抑えよう抑えようってフェースをかぶせにいけばいくほど引っかかるから。そう、ヒールを空振りさせるつもりで下ろしてきて。ヒールを空振り。めっちゃいい。全然溜まってる。今のいい音してるじゃん。さっきの自分がナイスショットだと違う音だろ。今のがいい感触だよ。そうだよね。だから当たるまではちょっと空振りするつもりでダウンスイングして。全然いい。すごいラグがある、ここに。だって気づくっていうか、そういうもんじゃん。それよりもシャンクの話からここまで広がるのが意味がわからん。なんでだって、さっきパチンって一発シャンク出てたから、シャンク出てる状態ってことは外から来てるんだなって
一発見るだけでもこっちは分かるわけだから、だから多分シャンク出てるってことは多分引っかかってんだろうなっていうふうに思ってたけど、でも左グっていうまさにそういうリアクションだったから、それはそういう理由だよっていう説明をしてるわけだからでしょ。さあそれだけだから、シャンクのお客さん来たらシャンクする場所を空振り空振りって練習させたら、みんな大体そうなんですよ。そうやっぱりみんな持ってるとこ当てたくなっちゃうからさ、うん、やっぱり テニスとか野球と違って持ってる先に芯がないから、ゴルフは持ってる先の前に当たるとこがあるから、持ってるとこ当てに行ったらシャンクする場所当てに行ってるのと同じになっちゃうわけ。でも持ってる場所はボールの手前取んなきゃいけないわけだから、そういう発想できたらシャンクする人の脳が変わるから、だから最初にシャンクしてる人がいたら手前空振りする練習すればいいわけだから、それにはヘッドがない状態にしてあげたら、空振りできますかって言ったら多分こうは絶対いかない、だってヘッドがないんだから、ヘッドが存在するから当てたくなっちゃうんだから、そうすると自然とこう低い位置からいいインパクトが作りやすくなる。そうということだ、クラブはそういうふうにできてるからね。だからそこら辺がゴルフの、だからそれを例えば自分が人を指導するときにいろんなそういう例えを用いて、でも分かりやすく、今の話だと多分小学生が聞いても確かにそうだなって、持ってる先当たるとこじゃないもんねっていう説明をすると小学生でも確かにそうだねってなるけど、これは例えばヒールが来てるんですよとか難しい専門用語とか使っちゃうとわけわかんないみたいになる人もたくさんいるから、なるよ、そう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 、そうそうそう、自分では分かってるつもりが、あの相手が理解できないこともレッスンの現場でたくさんあるから、それをなんかずっと感覚でやってきてる。そう、感覚でやってきたからね。そうだから、それをどうやって言葉で、だから感覚でやってきたから、感覚でずっと球数どん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 打ってて、別にシャンクなんかめったに出ないしなみたいな。でもだからシャンク出てる人の気持ちが分かんないわけ、分かんないでしょ。あ、だからよくね、サンシャンクってなんで出るんですかって言うと分かんないんですよ、言われても。だから単純にシャンクする場所を当ててるからじゃん、ね、要するにクラブの根元の方を棒に当たるからシャンクするわけだから、なんでそういう風な脳になっちゃうんだろうって思ったら、根元の先端は持ってる場所だから持ってるところ当てに行ってんじゃないかなっていう発想が持てれば、持ってる先端がボールの手前空振りすればシャンクしないよねっていうような感じで、それをじゃあどうやって説明するかっていうことを自分なりに考えて伝えてあげればいいわけだから、うん、そうするとシャンクなんか絶対出なくなるよね。そうだからね、まあ、ここにはシャンクしか出ない人いないけど、シャンク出てる人はそれでほぼ治る。あ、そうか、持ってるところを手前空振りしようとすればいいんだって思ったらシャンクしない。どっかで当てたいと思ってるから、持ってるところを、持ってるところ当てたいくなるからシャンクするわけだから、うん、ということですね。シャンク出てる人はぜひ、あの今のあゆみちゃんの話を聞いてですね、シャンク撲滅運動をお願いします。撲滅運動、はい、でも多分ね、今ねシャンク出てる人はね、確かにそうかもしれないって思ってると思う。番組見てる人は絶対持ってんとか出てない限りはシャンクしないんだから。そうでしょ、うん、という感じです。だからあながちこいつがあるからさ、そう、あながちこいつが、だからこいつがさ、もしここにくっついてたらシャンクしなくない、絶対、まあ、しようがない、しようがないよね。だってヘッドがここにもしあったら、でも持ってるとこがここなんだからね、クリちゃん、ここを当てに行ったらさシャンクするだろうって話じゃん、っていうことです。だから引っかかるのも早い段階でフェース面をボールに向けたいから、早い段階で抑えに行こうとするから引っかかるの。だからアゲンストやばいわ、もうギリギリまでシャンクと思ってきた方が低い球バーンと出るからっていう感じです。うん、そう、そうとドライバーも一緒ですか。そう、ドライバーも一緒、うん、だから左にフェースがバーンとこう来ちゃう人とかも一緒、なんか引っかけてる人ってことですよね。そうそうそう、早い段階でフェースが左向いちゃうから引っかかるわけだから、シャンクシャンクシャンク、そう、切り返しシャンクできて、シャンクシャンクシャンク、手前でしょ、そう、手前、シャンクシャンクイメージ。どうやって引っかかるの、しかもちょっと球収まるじゃん、低くなるでしょ、だから打点が前になったから。私の球じゃない、球じゃないだろ。だから低い球打とうと思ったらそういう発想でこないと、むしろだからこんなに開いてきたら上がっちゃうよって脳で来ないとシャンクになっちゃう、シャンクっていうか引っかかるし、逆に球が上に上がっちゃう、はい、シャンクシャンクでシャンクできて、絶対左がないじゃん、めっちゃいいショットでしょ。そうするとこうやってやってないっていうだけ。すごいですね、なんかよくわかんない。そう。